人とは小さな動きが、そう顔が指さされてますね、はい、うん、こう自分がなんか体が外形が動いてくると相手もそれについてくるわけですね。いろんなこういう動きをすると、で中にいろんなテンションがあるからそこで引っかかったりぶつかり合ったりということが起きてくる。外形も中もほとんど動かさない状態にしてあげると、一見この動きはありますけど小さな動きがすぐに相手に入っていけるようになる。ストライクをちょっとしてます。そうそうそう、ストライクを受けた時にもこう受け流したりっていうのはすごくいろんな効果がありますけど、極力それをなくしていって体を動かさない、特に中、外気を動かさないで中だけが変化しているので、そうするとそのストライクで相手が即影響を受けるわけですね。私のこの変化のなさに対していろんな、いろんな動きが起こるので、その中で速い動きっていうのがどんどん出てくる。怖いですよね。ちょっとした動きに威力が出てきます。テンションが上がったら全然こんななんかをしても相手は倒れないですよね。いろんなことをしてぶつかり合って弾かれて、でこの隙間を入っていってお互いに何かをするようになる。そうじゃなくて動きを止めとくとすごくパワフルにいろんなこと